わ、母さん。ちょっと待ってね。ちょっと待って、滑るからちょっと待ってくださいね。回ってんの？回ってます。だろう？痛い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 。はい、皆さんこんにちは。今週のね、昆虫鳥です。ということで、ここ、樹液が出てる木ですけれども、最近雨続きでですね、まだ雨が乾いてなくて、こんな感じです。こういう時いるのかなって見るといないですね。樹液の匂いはプンプンしてますんで、いてもおかしくないんですけれども、ついてないですね。アリぐらいしかいないですね。アリンコだけが。最近長雨で雨が続いてますので、餌取らなくても大丈夫なんでしょうかね。おっとっとっと、来た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 。スズメバチが来た。甲虫じゃないけど、昆虫が来ましたね。蜂が来ましたね。スズメバチね。はい、少し天気良くなってきましたね。あ、ここはどうでしょうか。やっぱ蜂の動きは早いのかな。スズメバチが2匹いるね。そうだね。1匹2匹だね。ここ前からガチ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 やってたとこだもん。あ、ほら、いたいたいた、母さん、ここ。クワガタいたね。ちょっと待ってね。あ、これね。うん。ちょっとズームして。辻クワガタのメスみたいだね。いたね。多分ずっとここの木の影に隠れてたんじゃないのかな、こう。大雨だったからね。うん。いや、見つかってよかったね、母さんや。まあ、これですね。綺麗な筋が見えるね。あ、お尻から入ってった。お、方向転換した。我々がワンワン騒いでるから、ちょっと警戒して。そうだね。こう。はい、ここね、樹液出てるんですよ。まあ、濡れてるから分かりづらいかもしれないですけど、割とね、今出てますよね。ただ来てませんね。はい、あそこね、樹液が出てるポジションありますね。今ちょっとアリが多いのかな。そしたとこに前いましたけど、あ、さすがにこの数のアリこうね、ゾウさんみたいな、ゾウムシがいましたね。これゾウムシかな。だね。典型的なゾウムシだ。まあ、ゾウムシもいろいろ種類あるんでしょうけど、モコモコしたゾウムシね。ここね、今もう暑い木ですよね。やめてみましょう。まずこの辺とかダメか。やっぱり雨が降ってるから見えるとこにはいないような感じがするね。ここまですごい匂いがしてますんで、可能性ありますよね、雨降ってたとしても。まあこういう時はクワガタ鳥には向いてないってことだね、結論。やっぱりそうなんだよね。あのスズメバチでかい。大きいね。あ、カナブン来た。カナブン来た。いやー。カナブン今ブーンって飛んできましたね、あそこにね。ようやくこうカナブンが動き出してきたのかもしれないね。うわ、母さん。ちょっと待ってね。ちょっと待って、滑るからちょっと待ってくださいね。よっしょ。母さんや。わっていうほどの、わっていうほどの、どこ？あ！回ってんの？回ってます。だろう？痛い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 。超可愛いのいたろ？可愛いっていうかかっこいいだね、これはね。かっこいい。可愛いなんて言われたら失礼だね。いたね、雨に濡れながら、この木の影で。雨をしのいでたんだね。しのぎつつ、なおかつ樹液も吸いつつっていう感じですね。うわー、よかった。見つけた見つけた。いましたね。いましたね。こんなとこにいたんだね。ゴキブリがいっぱい。ま、大雨の時にここにいたかどうかはわからないですけどね。もしかしたら土の中に潜ってた、で今
のこのこと出てきたのかもしれませんし、さっき晴れた時ね、うん、出てきたのかもしれない。ただここ雨直接当たらないからね、ずっとここでしのいでたのかもしれないですよね。わあ、うん、すごい。だちょっとアップしないと、あの暗かったりするからね。あ、うん、いい感じで撮れてますね。はい、このまましておきましょうか。本当だ、ここにいた。お、アリが来て出てきた。あ、アリにあっち行けって言われて出てきちゃった、負けるなよ。ここは筋、筋ですね。筋クワガタだな。ここの鶴の下にこれですね。ペロンと引くよ、うん、ペロンと。いたいたね。これも筋かな。うん、ああ、うん、歩いてたね。のこのこ歩いてましたね。うん、うん、あ、いるんですね。本当だ。よいしょ。実はね、今セミを探してるんですけどね、地面を見たらのこのことカルマツ林の中にクワガタが歩いてましたね。おお、なんかほら、こうやここの頭の部分だけ見るとノコギリクワガタのメスかなーなんて思って、うん、でもここ真っ黒だからね、裏面見てみるとほらちょっとオレンジっぽい、ぽいよね、うんうんうん、これミヤマクワガタのメスだと思いますね、うん、やっぱり雨が降った時は土の中とか木の陰とかね、クワガタカブトムシ隠れているようですので、まあ取りに行くにはやっぱりね、天気いい日がベストだと思いますけど、まあこういった状況でもね、見つけられてよかったです。ではこの動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。